ぱりそういう和食に合うということ で和食がヘルシーな料理ということもあって、ご飯に、食べるもご飯として食べる、お寿司ですとかお刺身とかそういったものにまず醤油は一番合うということで使っていただいてます。それから、やっぱり海外の方なんで、醤油もいろんなものにも使われてまして、肉にステーキに醤油を使っていただいたりですとか、それからあとは例えばチーズの味付けなどにも醤油を使ったりとか、乳製品と醤油と結構合うものですから、いろいろと最近では海外の料理にも醤油をうまく使っていただいています。伝統的なところっていうのにまず注目されていて、それからあと木桶で作った醤油というのは香りがとてもいいんです。なのでその香りの良さというので、味の方もそうですけども香りの良さということでうちの醤油を使っていただく方が多いです。まあ味の方はちょっとしょっぱい醤油の場合しょっぱいものですから、あまりしょっぱい醤油というのは敬遠されまして、香り付けで使われるということも多いです。なんであんまり量は多く使われないんですけども、ちょこっと風味付けに使うということが多いです。今うちもアメリカやイギリスにはお店にも並んでますし、それからあとネットでも買えるようになってます。今用冷蔵で飛行機で送っているところが2カ所あります。今ハワイとノルウェーで生醤油を使っていただいてます。ノルウェーについて現地の人がやってる和食屋さんで、和食屋さんといっても、いろんなノルウェーの料理と、魚介類に合わせた、使い方で、創作の和食屋さんという形です。向こうの料理と和食との間のような形でそこに醤油を使っていただいてます。ハワイは日本人の方がやってる和食の料理屋さんです。これやっぱり生醤油の風味がとてもいいということで使っていただいてます。